そしてですね、春の新番組はですね、一本新しいのが決まりました、4月4日土曜日、18時からですね、毎週土曜日に、テレビ朝日系で始まります新番組ですね、週刊少年ジャンプに連載中の遊戯王という作品があります、それでですね、私が、主人公の、武藤遊戯、遊戯王両方をやらせていただくことになりました。ゆかなちゃんもあれよね、野坂美穂という役で出てるんだよね。そうです。とてもボケボケしていて、なんか監督いわくなんかこう天然ボケのところが一番こうとても良かったということで、なんかだってだって遊戯なんてあれでしょ、闇の匂いのする人だったんです。うるさいなうるさいな。だってこの間言ってたもん、なんかさ今なんとさ、なんかご飯食べに行って一番不健康そうだったひどい。そう、みんな受けた人がみんななんか遊戯くんが健康的な遊戯くんはたくさんいたんだけど、不健康な匂いのする人は尾形さんしかいなかったとか言われちゃってひどいことだよな。まあでもね、遊戯王ね結構面白いよね。そしてあとはですね。